アーチャンとはかつて存在していた Web 統計解析プログラムでアーチャンソフトウェアコーポレーションが開発していた。Web サーバログファイルの解析やログデータに基づく Web サイトのトラフィック情報を表示するのに使用された。このソフトウェアはログファイル解析モードとハイブリッドモードの2つの異なるデータ収集モードを動作させることができる。ログファイル解析モードでは 数種類のログファイルフォーマットでウェブサーバーのログファイルを処理できる。カスタムファイルフォーマットを定義することも可能。ハイブリッドモードでは隔離された各データ、収集方法の制限をなくすためにログファイルでページタグを組み合わせる。この結果、ウェブ訪問者データがより正確になった。2005年4月に Google はアーチャンソフトウェアコープを買収し Google Analytics を生み出した。 2008年4月に Google はアーチャン6を2009年2月に AdWords を統合したアーチャン6 5を2010年9月に 64bit に対応し他の機能として新しいユーザーインターフェースとイベント追跡機能を搭載したアーチャン7をリリースした2012年3月28日に販売を終了したありがとうございます